こんな美味しそうな、わお、美味しそう。いただきます。こうやってチキンとか普通に食べとるし、食事の制限何もしてないけど、やっぱりこっちにいるとたくさんムスリムの子がいて、こういうチキンとかファーストフードとか食べれん子がいっぱいいて、ね、当たり前が当たり前じゃないっていうことをね、毎日のように感じてます。なんて表現すればいいかな。マックのポテトともモスのポテトともワッフルで、ワッフルポテトでもなく、フライ、油多めのポテト、ビスケットも入ってます。じゃあビスケットをこんだけ食べて、今のご飯は終わりにしちゃおう。こんなたくさんあるから夜ご飯に残しておきます。こっちの人はビスケットとチキンを一緒に食べるのかな。ずっとケンタッキーではなんかデザートみたいなイメージでいたけど、これが主食。今日ホテル来るまでにジャパニーズタウン通ってきて、でジャパニーズタウンのところにポパイチキンもあったんやけど、なんか入り口がちょっと奥にあって、なんかすごいたむろしている人たちがいて、なんか撮りたかったけどちょっと怖い、撮るの怖いくらい、なんかあんまり治安良くなかったポパイチキンの入り口。一番は何も見ずにメソ見しながら行く、通ること。ちょっとじわじわ見られたりとかしたけど、でもそれよりもさらにこのホテルに来るまでの道が本当に怖いほど、そう、ちょっと怖いほどホームレスの人たちがわーっていて、そこ通ってここまで来て、これからはもうドアトゥードアでウーバーかリフト使おうって思いました。普通にめっちゃ怖かった。ハトもいるし、ホームレスの方もいるし、いやー怖いな。
OK。 とりあえずごちそうさまでした。また夜ご飯で食べたいと思います。今日も最後まで見てくれてありがとうございました。この動画がいいなって思った方はチャンネル登録とコメント、いいねボタンをよろしくお願いします。ではまた明日お会いしましょう。バイバーイ。